どうもアラヤンです。今週も現在任天堂スイッチのストアでセール対象になっているダウンロードタイトルの中から実際にプレイした上で厳選したものをご紹介したいと思います。最大 75% オフ、280円から999円とお手頃な価格でインディータイトルを中心に4月24日から4月30日でセール期間が終了する約350タイトルの中から個人的におすすめの日本語対応タイトルをセール終了日が近いものからまとめてご紹介しますので、ご購入の参考にぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。また気をつけてはいるんですが、本動画はネタバレを含む可能性がありますのでご視聴にご注意ください。それでは参りましょう。1本目はアクションゲーム残陽落差し。妖怪が人々を苦しめる世界を救う鍵を見つけるため7人のヒロインたちは輪廻の試練に挑むといったストーリー。本作はランダムに生成されるダンジョンを突破し奥に待ち受けるボスを撃破するスタイルのローグライク要素を含んだ見下ろし視点のアクション RPG となっていました。敵の攻撃をタイミングよく回避や防御を行うことでこちらの攻撃を叩き込んで撃破するといったバトルをメインとしたゲームシステムで、それぞれの敵のムーブを見切るための慣れは必要ですが、カウンターで敵を撃破した時の爽快感はたまらないものがありました。6つのエリアでボスを撃破することで1周クリアとなる仕様となっていて、その周回で有効になるアクセサリーをダンジョン内で拾うことで自身を強化したり、お金を集めて武器を強化したりして、道中のランダム要素からいかに強敵に対策するかを考えるのが楽しいタイトルでした。アクセサリーの中には効果は大きいんですけどハンデを背負うことになるようなものもあって、ドロップしたものを拾うかどうかも悩まされましたね。同じようなジャンルのタイトルと比較すると難易度は少し優しめとなっていて、武器やスキルや特性の異なる7人からプレイヤーに合ったスタイルのキャラクターを選択できたり、ダンジョンの中でアイテムが出やすくなるような特殊効果をポイントを貯めることで永続的に解放することができたりと、周回を重ねれば重ねるほどクリアしやすくなるように作られていたので、ローグライク初心者の方でも楽しめると思います。アンソールドなんかがお好きな方におすすめ。周りの感覚に癖があったので慣れるまでは難しく感じるかもしれませんが、ストーリークリアまで11時間程度遊べるローグライトなアクションでしたので、ぜひセール期間に遊んでみてくださいね。2本目はアクションアドベンチャーゲームキャンドルちゃん。暗い夜に光を届けるため憧れの灯台を目指してキャンドルは旅立つといったストーリー。本作は10秒間だけ火を灯すことができるろうそくとなって灯台までの険しい旅路を行く一風変わったアクションアドベンチャーとなっていました。ジャンプと火を灯すアクションだけのシンプル操作でありながら、炎や光が織りなす美しい世界にめちゃくちゃ引き込まれたので、気づけば長時間プレイしていたタイトルでしたね。アクション要素はそこまで難しい場面はありませんでしたし、簡単なパズル要素はあっても頭を悩ませるようなものはありませんでしたが、その世界観が素敵で、次のステージにはどんな景色が待っているんだろうと終始ワクワクしていました。主人公のロウソクは一つのステージの中で10秒間火を灯すと体が溶けてなくなってしまうので、暗がりでは少しだけ火を灯して安全を確認しながら進むんですけど、ルート上に設置されたロウソクに火を灯すことで暗がりが淡い光で照らされてぼんやりと道が見えるようになったのが、絵本の世界のように幻想的でハマりましたね。収集要素を含めてもアクションが得意な方には少し物足りない難易度かもしれませんが、クリアまで5時間程度のボリュームで幻想的な世界を楽しめるタイトルでしたので、ぜひセール期間に遊んでみてください。3本目はアドベンチャーゲームスピリットフェアラー。魂の旅人スピリットフェアラーとなったステラは迷える魂の最後の願いを叶えるために旅をするといったストーリー。いやー、これは本当に名作なのでぜひプレイしてください。本作は迷える魂を自分の船に乗せてやり残した願いを叶えてあげることで新しい世界へ旅立つ手助けをするアドベンチャーで、美しく描かれた世界と泣けるシナリオに高い没入感を味わえるタイトルとなっていました。個性的なキャラクターたちを船に迎え入れて旅を共にするうちに彼らの魅力にどんどん引き込まれていくんですけど、願いを叶えてあげることでいずれ別れの時が訪れるまでのシナリオがめちゃくちゃ切ない気持ちにさせられたんですよ。また
船にはたくさんの施設を建築することができて、畑で作物を栽培したり金属を加工したりすることで、できた素材を使って新しい施設の建築や改良、船のアップグレードを行って町のように巨大に仕上げていくんですが、この築き上げる快感がたまりませんでしたね。時間経過で旅の仲間はお腹が空くので、育てた作物や家畜から取れた素材を調理して料理を振る舞うんですが、好物を食べてもらうと作業を手伝ってくれたりしたので、船の上でもタスクが盛りだくさんで終始忙しくて飽きさせないゲーム体験でした。個人的にはルーンファクトリーやスターデューバレーがお好きな方にプレイしていただきたいです。キャラクターとオブジェクトが重なるとアクションを選択しづらい場面があったものの、クリアまで25時間程度のがっつり遊べるボリュームでしたので、ぜひセール期間に感動を体験してください。プレイステーションプラスご加入の方は定額プラン対象タイトルですので、そちらもチェックしてみてくださいね。4本目はパズルゲームゴロゴア。本作は4枚のイラストを上下左右に並べたり重ねたりすることで、イラストに描かれた様々な世界で5つのシンボルを集めることが目的のパズルゲームとなっていて、独創的な世界観が他に類を見ないタイトルとなっていました。言葉でご説明するのが非常に難しいタイトルですので、実際に私がプレイした動画を見ながらイメージしてくださいね。新しい時代の絵合わせパズルと思っていただくと想像しやすいんじゃないでしょうか。本作のパズルパートはとにかく新感覚で、1枚のイラストの中に左右に動かせる幅の概念があったり、奥や手前といった遠近感の概念があって、画面上に最大4枚表示されるイラストの中でつなぎ合わせることができる箇所を探し出すことで、描かれた登場人物が次のシナリオへと進んでいくものとなっていました。片方のイラストではオブジェクトの近くに寄った視点で、もう片方のイラストでは別の場所を遠くから見た視点だったりするのに、なぜかぴったりつながる辺が存在するので、その辺同士を決められた方向に並べてやることでイラストに変化が現れる仕組みなんですよね。イラストの上に別のイラストを重ねることで、上に置いたイラストの透明な箇所に下になったイラストの一部分が表示されると、うまくイラスト同士がつながって一つになるような仕掛けもたくさん準備されていて、めちゃくちゃ奥が深いパズルでしたね。終盤では2つ以上のイラストを組み合わせることでイラストが回転するギミックまで登場するので、答えを探すのが楽しくてラストまで一気にプレイしてしまいました。ストーリーは一切語られることはなく、イラストからシナリオを想像させるスタイルとなっていたので、皆様の目にはどのように映ったのか考察を教えていただきたいです。クリアまで2時間程度のライトなボリュームでしたが、時間を忘れて没頭できる良質タイトルでしたので、ぜひセール期間に遊んでみてください。5本目はアクション RPG オーシャンズハート。村を襲った海賊を追ったまま行方が分からなくなった父親を探すため、少女ティリアは旅に出るといったストーリー。本作は 2D ゼルダライクな見下ろし型のアクション RPG となっていて、ダンジョンで手に入れたアイテムや装備を使うことで先に進む道を切り開くスタイルは、神々のトライフォースや夢を見る島がお好きな方に馴染み深いものじゃないでしょうか。ピクセルアートで描かれた美しいワールドマップと不気味な雰囲気の漂うダンジョンマップを行ったり来たりする探索型のゲーム内容で、手に入れることで最大ライフが増えるハートの器のようなアイテムや、ブーメランや爆弾、弓矢といったゼルダシリーズでおなじみの装備が揃っている上に、複数の種類がある回復アイテムや素材からのアイテムクラフトの要素が組み込まれていたので、 2D ゼルダシリーズをうまく現代のシステムに落とし込んである印象でした。サイドクエストも豊富に用意されていて、クリアすることでお金をもらえたり武器や防具を強化してもらえたりと、報酬も様々で、目的を持ってマップ探索に当たることができたので、闇雲にうろうろさせられることがなくて、フィールドの移動にも退屈さを感じませんでした。ダンジョン攻略もゼルダライクで、簡単な謎解きを解除しながらいくつか部屋を進んで、重要なアイテムや装備を入手することでボスの部屋に通じる道へ向かうことができる作りになっていたので、ゼルダシリーズを遊んだことがある方なら安心してプレイできるはず。ダンジョンマップが存在しなかったので攻略に少し迷いがちだったり、特定のマップだけ画面がカクカクだったりしましたが、クリアまで10時間程度としっかり遊べるボリュームでしたので、セール期間にぜひ冒険してくださいね。6本目はパズルアドベンチャーゲームタイムローダー。
AI 搭載のロボットをタイムマシンで過去に送り、車椅子生活の原因となった子供の頃の事故を未然に防ぐといったストーリー。本作はロボットに取り付けられたアームを使ってオブジェクトを動かしたりギミックを操作したりしながら先へ進むパズルアドベンチャーで、おもちゃのようなサイズのロボットからの目線で描かれた巨大な家具で構成される家の中のステージが特徴的なタイトルでした。道を塞いでいるオブジェクトが人間なら簡単に動かせるようなものだったり、家で飼っている猫だったりと身近なものがステージの大半を占めていて、パズルアドベンチャーというジャンルでありがちな荒廃した世界観とは違ったスタイルが新鮮でした。パズルやアクションの難易度は優しくて、目的地へのナビゲーションもあったので、先へ進む方法がわからなくなるようなことがなく、どなたでも楽しめるようなカジュアルな作りでしたね。シナリオとしては、過去に戻って悲惨な事故を未然に防いだ結果、未来が予期せぬ方向に変化してしまったため、さらにその原因を防ぐために過去へ向かうといったタイムトラベルでよくある展開で、 SF がお好きでなくても楽しめる分かりやすいものになっていましたし、過去の世界で起こした行動によってエンディングが分岐するマルチエンドが採用されていたのも、様々な未来を見てみたくなる楽しめるポイントでした。一部のギミックにタイミングがシビアなアクション操作が必要だったり、個人的にラストがもやっとするところはあったものの、クリアまで3時間程度とライトなボリュームでサクッと遊べるタイトルでしたので、ぜひセール期間にラストを確認してみてくださいね。7本目はパズルゲームデスカミング。死神の見習いとなった主人公は、運命の期限切れとなった人から魂を回収するため事故に見せかけて殺害するといったストーリー。本作は魂回収のために物を落としたりギミックを作動させたりして、人間たちをできるだけ多く殺害するスタイルのパズルとなっていて、使える危険物は数に限りがあったので、一つの危険物にどれだけたくさんの人間を巻き込めるかを考えるのに夢中になるタイトルでした。ステージ上の人間の行動パターンを観察してトラップを発動させていくゲームシステムなんですが、発動からすぐに結果が出るギミックもあれば、特定の手順を踏むことでトラップへとつながるギミックもあって、人間の動きを見てギミックを作動させる順番やタイミングを見計らうのがかなり難しくてハマりましたね。ステージを徘徊している天使がこちらを見ている間はギミックを作動させられないので、ギミックを動かしたいタイミングなのに動かせないみたいなこともあってやきもきさせられました。近くで事故が起こることで人間の行動パターンが変化したり、時間が経つとステージの環境が変化したりと、ストラテジーの要素も含まれていたので、じっとタイミングを待つだけでなくリズムで戦略を立てて効率よく立ち回る必要があって、これがうまくハマった時の爽快感がたまりませんでした。ある程度の人数を殺害すればステージはクリアだったんですけど、パーフェクトクリアを目指すのは至難の業でしたね。以前に当チャンネルでご紹介したヤバタニエンなんかがお好きな方におすすめ。バグなのか何なのか、数分に1回のペースでフリーズすることがあったんですが、私の環境ではスイッチを機内モードにしてからゲームを再起動すると問題なくプレイできたので、遭遇した方は試してみてくださいね。クリアまで5時間程度のライトなボリュームですが、何度でも遊んでしまう中毒性のあるタイトルでしたので、ぜひセール期間にチャレンジしてみてください。いかがだったでしょうか。今回は280円から999円で遊べる任天堂スイッチのセール対象の中からおすすめのタイトルをご紹介しました。今週は水曜日でめぼしいタイトルのセールが一斉に終了しますので、ご購入を検討している方は急いでくださいね。本動画ではご紹介しきれなかったんですが、4月24日からの1週間は超難関物理パズルの名作ポータルコンパニオンや、クトゥルフ神話ベースのサバイバルホラーラメンタムなんかもセール終了日が近づいていましたので、他のゲームも探しているという方はストアを検索してみてくださいね。また当チャンネルで過去にご紹介したタイトルが再度セールに出ていて終了日が近づいているものもたくさんありました。このあたりは動画の概要欄にまとめておきましたので、他の動画も見ていっていただけると幸いです。ということで、皆様のゲームライフに少しでもお役に立てれば光栄です。この動画が参考になったという方はチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけたら励みになります。皆様の感想もコメントいただければ嬉しいです。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。